今この医療福祉の業界急成長を遂げてますよね。例えば医療に関して言えば市場規模大体40兆円、それから介護に関してはですね大体10兆円、まあ合わせて50兆円規模ということですね。ただ問題は、生産年齢人口、ね、若い人たちが今どんどん減ってますよね。これだけ需要が増えたのにもかかわらずですね、それを支える人が減っている。その時にですねやはりこの医療のいや福祉のマネジメントがですね極めて重要ってことですよね。高い質の医療、それから高い質の福祉介護をですね支えていく、それの基礎となるのがやっぱりねこの医療福祉の、まあ、経営マネジメントだと思いますね。医療福祉はですねさまざまな専門職が活躍する場でもありますよね。まあ、そうした、人をですねどのようにうまくですね、マネジメントしていくか、まあ、これが一つですね。で2番目にですね医療福祉に関わるもの、これもね結構多いんですよ。例えば薬に関して言うとですね、なんと2万種類ぐらいの、ね、薬がありますよね。まあ、そうした、ものに関する知識、まあ、これもですね一緒に勉強しなければいけませんね。もののマネジメントです。それからあと情報、これもですねたくさんの、ですね、医療には情報が入ってますね。例えば病気の種類、いくつあると思いますかね。病気の種類、疾患の種類、およそですね、まあ、国際疾病分類で見ますとですねこれもやはり2万種類ぐらいあるんですね。今やそうしたたくさんの人、物、金、まあ、そうした、情報のですねマネジメントを行うにはですね、まさに効率化が求められたんですよ。まあ、経営の効率化ですよね。特に今ICT とかですね、それから人工知能、まあ、AI、まあ、こうした、ね、ツールを使ってですねいかに経営を効率化していくか、これが今非常に重要な問題なんですね。まあ、こうしたこともやっぱりねこれから皆さん方学ぶことになると思いますね。今一番皆さん関心を持っているのは、まあ、こうして医療福祉の分野が、ね、成長産業であるということもあって、一般企業でこうした医療福祉のですね基礎的な知識、それからねマネジメント知識を持っている人材が極めて求められているんですよ。例えば製薬メーカーとか、それから、皆さん方の先輩にも言いますけどね、病院建築を、ね、行うようなそうした建築メーカーとかね、さまざまなその、一般のそうした産業、それからあと行政も、こうした、ね、医療福祉の、マネジメント知識を持つ人材をですね求めてますからね、さまざまな卒業してもさまざまな、ね、医療機関ばかりでなく、一般企業行政から求められるようなねそうした人材を、要請していきたいと思ってますね。